阪神梶谷安岡留が14日一軍昇格へ。阪神梶谷連投手32、東岡留秀隆投手24が14日の中日戦バンテリンドームから一軍に昇格することが濃厚となった。共に開幕を一軍で迎えたものの、梶谷は5月4日、岡留は同30日に出場選手登録を抹消となり、以降は2軍で調整を続けていた。阪神は13日の中日戦で救援陣が敬語失点、その強化策として2投手を再び1軍ブルペンに加える方針だ。2人とも最近はビハインドスタートやと思うけど、厳しいなりに頑張って抑えてほしいです。応援してます。岩田は面白くないやろな。やっぱり岡田の複数年はダメだわ。前となんだ変わってない。結局岡田では自前では育てきらんな。梶谷は去年の前半のような安定感が出せればいいな。2軍監督の推薦というより1軍監督のご指名ですね。これは成績を出している岩佐や岩田を1軍で見たい。岡留は調子崩して2軍でも垂れてるんじゃないのか。他に候補いるだろ。梶谷はらもう玉切りやね。今まで頑張った方やから我慢やな。伊藤落としてもダメ。柳やりそうやしな。岩田くんあかんのかな。微妙ですね。岩佐くんは調子上がらないんやね。ハルト君を支配下にして先発へ、そして村上君を中継ぎへ。この2人が上がったところで変わらないでしょう。ってことは20日の広島戦誰が先発？及川？毎度上がってくるの同じやつでさ。熱々どこ行ったんや。岡留投手は今年のキャンプ MVP に前川選手と共に選ばれていた岡田監督期待の選手。今年の前川選手の活躍はファンなら周知の事実だし、この岡留投手も今度こそやってくれるはず。梶谷投手ともども期待しています。こうしてピッチャーを入れ替えるのなら、なぜ西純也投手を簡単に2軍に落としたんだろう。昇格は青柳か和田とやけど、岡留は勘弁してもらいたい。大差で勝敗決まった試合以外は投げさせにくいて。代わりに上がってくる岡留なんかを期待できない。梶谷もその日その日で投げてみないとわからない。梶谷はいいけど岡留ってのがまたやばい。やっぱ岡田って2軍の成績関係なしでキャンプでの印象や名前だけで選んでる。ちょっとひどいねこの監督。和田も呼ばれたから行かせましたじゃなくて、しっかり連携取れよ。新戦力って言っときながら同じ選手の上げ下げだから、どんでんの後は低迷するんだよ。梶谷で抑えててもランナー出すし、岡留も完全には球威戻ってないやろ。岩田はあんだけいい成績残してるのにまた無視して岩田を1軍デビューさせないんだね。岡留も梶谷も2軍でそんなにでしょ。何のために70人近く選手はおるねん。どんでんは2軍を見てないな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。